ねえ、超量販なんだけど、600人中の43とかやばくない？だけどナイキターンが6台しかないんだよ。だからこれだけど土俵には登れそうだよね。角開いてろ。うわマジか、モンキー埋まってんだ、やば。人気ありすぎだろ。知ったらどうだ、あんなは選び放題やろ、こんなんな。あー真ん中角3ぐらいいっとくか、これぐらいいっとくか。あーこれ行こうな。はい、おはようございます、しんのすけでございます。やってきましたのは浜松市東区1スーパーコンコールド1の店ということで、もうなんだったら静岡地方で一番強い店と言っても過言はない、そんなお店でございますね。前回来たのが多分半年前ぐらいで、からくりサーカスで初めて満杯出したのがまさにこのお店、思い出の地でございますね。あれ良かったですね、うん。で今回が600人抽選で並んでまして、43番だっけ引きまして、これはただ12月9日12月年末年始の新台一発目の最初の土曜日ってことで、であるならモンキーターン5打とうよってことで行ったんですけど、埋まってまして、43番で、あらこれ打てんのいつになるのかなっていう感じでしたね。でマジハロも埋まってて、であるならからくりでいいじゃないのという感じで、今回褒めちぎっていきたいと思います。なんせね、前回満杯出した思い出の地でございますんで、やりますよ。あの時と状況一変してますんでね、やっぱからくり人気がガーッと来てますんで、設定も期待できちゃうんじゃないかなっていう、はい、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。第1候補取れなかったので、第2候補のマジハロすら取れなかったんで、第3候補からくりサーカス行きたいと思う。いやーしかし驚きでしたね。本日12月9日モンキーターンだったりマジハロだったり輪掛けが入った初週の土曜日なんですけれども、43番でも取れないっていうね。さあどうだ、うん、ちょっと厳しそうだね。お来たね、これやっぱ天国が期待できる力ですよ。はい、137ゲームは投資4000円。でここで温存していた左手の小指を解放していく。できればもう劇場持ってきたいから、あ、うん、オーケー、次行くんでね、次行くんで、ああダメか、そんな甘くないか。あーやっぱ左手の小指だったわね。見た今の見たね、冗談だったでしょ、見た。投資5000になりました。でも僕の中で左手の小指は完全解放状態入ってるん でこのまま AT が抜けてしまっての幕開5ゲームでの炸裂ですよね。今狙うべきポイントは、だ逆に今左手の小指対応してるんですけども、下手に出会い役引かないと、いやうまいね、これ完璧ですね、流れ的には。
これなんですよ。わかります？私の言わんとしてることわかります？これなんですよ。これ完璧ですよ。だから1体150枚乗せたようなもんだからね。この辺のそのロジック、これすごい大事なんで、カラクリロジックとでも言いましょうか。ああセクシーですね。次はさしますか。なるほど。今俺青菜の狙ったんだけどね。どうした。あ、マクワイ・ジョーダン・ベルからぶっ刺しまくりマックリスティですね。なるほどですね。ああダイナマイトですね。ああなるほど。はい、これ左手の小指パワーですよ。もう3回仕事しましたんで、これ待って、僕のルーティーンは守る。うわいいね、自由にしてあげるからね。なるほどね。今日という日は劇場に苦労しそうな一日、それが分かっただけでも OK、うん、常にポジティブにね。そう、ああ愛してるぜ。ああこれ厳しいだろうな、うん、おっとトゥギャザーですか。おい、うん、なるほどね。でね、ここでちょっとね浅はかな方いると思うんです。そんな左手の小指が調子いいだったらずっと左手の小指でやればいいじゃないか。お父さん本当そういう考えよくない。あなたが昔子供の頃見てたヒーローものの必殺技毎回出します？そうじゃないよね。場が温まってからの必殺技ほど効果的なものはないわけです。まあ、ぶっちゃけ今100ゲーム消化して一度も霊薬を引けてないわけじゃないですか。やっぱちょっとこのやり方ではないんだよね多分。やり方考えなきゃダメだこれ。あ、やっと霊薬だわ。おい、まあまあ強いわ。パネルショートした。これね、スイカがベスト。あー完璧、300がいいです。300がいいです。なあ惜しいね、うん、今はいやりましたね。人差し指と中指と薬指をベットして親指でレバーっていうのがこう効くみたいね今日、うん、はい。最高かよ最高だろ。愛してるぜー。オーケー、劇場、あとは劇場との向き合い方だな。よし、すごく丁寧に丁寧に丁寧にレバーオンしました。ありがとうね、お邪魔しよう。よし、これはちょっと期待する。ゲーム数これは期待する。よしよし、ここ大事、マジ大事。どこだ、お前には分かるわい。でもあんた、マッチさえマッチの場所を教える。
来セクシーダイナマイト、本日最初のチュー入ります。朝からちょっと良くないね、腕は良くないね、終了画面で最も良くないのが僕腕だと思ってますんで、まあ、理由は実戦上腕が出た後に1000ゲームハマる割合が高い、振り分けられたモード別のゲーム数の影響を受けてるかどうかっていうのは分かんないんですけど、無事か。平和な世界で育ったガキが。はい、やはり腕は線はまる。やめ時だよね。腕はやめ時。マジ。はい、ということで追加投資。そうなるよな。あーでもよかった、なんとか。怖い、来た、もう一発か、空振り、もう一発か。 OK、 しっかりと空振りました。いやー、レイアップ引けませんなあ。追加。さあ、高設定ならね、600で当たってほしいっすよね。お、やるしかないね。惜しい、惜しい、 OK、 OK、 生きる、余計だよね、もう。まあいいわ、引かないよりは引いた方がいいからね、うん、そう、一応セットストックの抽選があるんで。あれるか、ちょっとビタ気味で。
よし、肘が立ってた、肘が立ってたわ。ショートアロレンダ、ショートアロレンダ、よし、これちょっとパーフェクトじゃねえのか、1ゲーム目以外。これパーフェクト来てんだろう。オーケー、いいよ、ショタロが渡ってるぜ。ほら、まあまあ記録じゃないのかこれ。ほら、レア役なしだぜ。これまあまあすごいよね、これすごいと思うんだけど。多分子役16連ぐらいしたよねえ、んショートアロー、んんってちゃんと宣伝しねえ、んんうん、セットストックしてましたね。ありがとうございます、ありがとうございます。よし、境地近く、見てろよ。お、200いった、200いったんだもん。マジか、こういうことよ、からくりって。愛してる、愛してる。さあ来てるぜ、誰よりも出してやんだ今日は。よし、発展はほぼ確、問題は相手、お前か。よし、ハーレークイーン2ゲーム連続。よし、愛してる、オーケー。さあ優勝への足掛かりが来ました。この辺で一撃入れたのは僕が最初じゃないですか。1時33分、設定じゃないのね、設定じゃないってところをお見せしましょう。こん中で言ったら僕の台が一番挙動悪いから、うん、なんせ周り幕開だらけで俺だけ幕開入ってない。
コーチ。エア役が弾けない。よし。40%な。よし。いやー、やばい。よし。よし。連鎖チャンス到来。やるしかねえな。こんなもんやるしかねえよな。なるみ兄ちゃん、僕はもういっぱい泣いてたから。いけるか。はい、やるぜ、やるぜ。違うね、違うね。いや、弱いね。あー、もう24分の1引くしかねえや。完全に遅れたよね今。すげえ遅れたんだけどね。えすんげえ遅れたんだけど今。何今の。さあ行きましょう。からくりサーカスでございます。これ内部ストックね、内部ストック100枚以上、内部ストック。おい、お、これパネルショートしてんだけど。やべえぜ、これさ、確かえぐいよね。極限だ、極限だ。すごいね、運命の一撃を通さずに極限。これまた奇跡ですね、一つの、ええ、
よしよしよし、もうこれで500はいく。これエンディングまで行くかな。セット数残ってんだけどね。まあ十分っすね。さあもうえぐいんだけど、えぐいんだけど、やることなすことえぐいんだけど、ああもういっちゃったね。ああこれいっちゃうなと思った。おい、エンディングです。あれこれちょっと枚数合わないですけど、ここ僕持ち込みあったのに追加投資しちゃってましたね、ちょっとご飯行った時に、まあ、いずれにせよ投資は2万5000円です。はい、さあ行きましょう。最高。最高。万枚だ万枚だ。いやーこれ厳しいな。ファースト20は厳しい。お100。いやー厳しいわ。まあやむなし。オーケー。十分。1000枚突破でもって上乗せなしとはい、2以上2ですね今のところ。
やるしかねえんだよ結局な。最後これで5000枚オーバーね。いやーきついなー、きつい、ほんまにもう。おーれもう、よしよし、超えた超えた。早いなあ、もう。はい、こう設定しさ。終わったよ、そりゃ無理だよ。ほうほう、一応持ちメダルを加えるとね、5191万。はい、2万5000使って5000枚と、疑わしきはっていう感じでここで気持ちよくやめたいと思います。万枚コンプリートを狙うのはね、確実に56だっていう時にね、狙っていきたいなっていうふうに思います。勝ちです、ありがとうございます。はい、まあ時間早いんですけれども、とりあえず投資2万5000円の、5000枚オーバーと、快く勝ちと書いて快勝ですね。わー、なんでやめんのっていう意見も聞こえてきそうなんですけど、これプロの立ち回りです。今日12月9日土曜日っていう、まあ曜日もあるんですけど、からくり18台もあって1台も開かないんですよ。で、僕の右の台はあれ56だよね、幕開少なくても4回で、モード以降もゴリゴリによくって、ただ全然やれてなくって、多分8万9万入ってんすよ、あの子で。その横も幕開しっかり入ってて、これまた全然出てない。むしろ僕が5000枚出て18台あるからくりの中で優勝だったんで、枚数的にはしんのすけ来ててからくり打ってて、なんか頑張れちゃうでしょみんな。ちょ、俺が辞めることでね、ちょっとあの重りを解いてあげようかなって。俺がだからね、くさびになってると思うんですよ。
もうあいつ打ってるしまだ打つか、普段だったらこんなのもう打ってらんないんだけどみたいなあるんですよ。もうバンバガの番長の時とかも俺がいるがゆえに普段だったら普通にやめるぐらいをもう一頑張り二頑張りできちゃうっていう、ちょっとその面白いね今解いてあげました。で解いて空いたところを俺ズバーンっていきます。くわりこれえいやいいじゃん、しょうがなくない、しょうがなくない、だって俺の台多分あって読んだもん。うん、で5000枚出てあの後で出されたとって別に悔しくないし、うん、であればもう確実にあこの台幕開先行しちゃって 2,3 回幕開引いてんなっていう台が空いたところに行った方がいいじゃん。ということでこの後は009、これがね直撃した台があるらしくて、聞いたことある009の直撃とか俺あるんだみたいな感じなんで、だからちょっとこのカード持ってうろうろしたいと思います。とりあえず万枚狙っていきたいと思います。ひょっとしたらね復活するかもしれないから、その時はものすごいスーパー事故を起こしてる時だと思いますから、でここで分数が切れてるようだったら、ああ何も起きなかったんだなっていう、はい、いう感じで今回もいい褒めちぎりになったと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。